感じですね、うん、この辺に溜まってるんだよね、うん、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、皆さんこの時期メイクが全然乗らないよっていうことありませんでしょうか。それでちょっと理由があるんですけれども、実物ですね、メイクが全然乗らないお悩みを持つ50代女性がここにこんにちは、ムーハウスの秋葉です。妹なんですけど、原因と対処法、それをですねやっていきたいと思います。どんな感じですか？肌がこうムラムラっていうか、ファンデインをいつもつけてからパフパフって粉をつけるんですけど、粉が均等に乗らなくてインディアン的に白く残ってチョークで引いた感じ、うん、こんな感じですよね、うん、最近ずっとこんな感じだったの。そうそうそう、隠したくてこう夜ファンデーション上から塗ってもやっぱりその部分だけはこう溜まってる感じで、うん、なんか溜まってるね、こうムラムラにね、うん、均等に塗れてなくてツヤっとしてるとこもあるけど、なんかこの辺に溜まってるんだよね、うん、ファンデーションがっていう状態なんですよね、うんうん、実はですね、この状態で結構この時期悩み多いんですよね。うまく塗れないです、ファンデに乗らないです、粉も乗らないですっていうか、こういう風にこうツヤっといかないですよね。そういう場合ね、日焼けしちゃってるんですよね。日焼けするとね、どうなるかっていうと、肌の表面がやっぱりどうしても、角質飛行しますよね。日に当たると角質がですね熱くなっちゃいますよね。でその熱くなった角質がうまくケアしないと均一にターンオーバーしてとかっていう、この均一になってないんですよね。だから部分部分になっちゃう、ね、それが原因、角質飛行が原因、紫外線に当たって一番上のこう戦う最前線の角質がそれが硬くなっちゃってね、守ろうとしてそれがきちんと日々のケアで落ちていってないっていうことですよね。それ直していきましょうっていう、それをですね今日やっていきます。それではですね、申し訳ないんですけど、こっからですね顔を普通に洗ってもらいますね。いつも通りに顔を洗って、それからです、まず角質ケアをする、たっぷりと角質層に水分を与える、循環良くなるように少しつぼ押しなんかのマッサージをして、普通にファンデとか塗っていってみますね。そうすると全然のりが違うと思うので、じゃあこっから洗顔お願いします。ごめん、おかしくなっちゃった、かわいそう、言った方がいいよね、眉毛なんて。すいません、むっちゃん。眉毛がなった。すいません、眉毛なんて。すいません、あの、いくら兄弟とはいえ、こんなところにドスッピンを晒してしまって。眉毛ないです、すいません。申し訳ない、本当申し訳ない。もともとね、妹はね、綺麗な肌なんですよ。そんなにじみもなくね、綺麗な肌なんですけど、本当ここだけなんかめっちゃね、化粧が乗ってなくて、ちょっと気の毒だったなって思ってやろうと思ったんですけど、かえって申し訳なかったって眉毛ないんですけど、今顔洗ってきてもらいました。まずはですね、角質ケアですよね。日に焼けちゃったって言ってたから、めっちゃ私たちがよく使うのはこちらです、プラチナピールっていう商品になります。ほんと老化角質だけを穏やかに赤のような感じでポロポロポロって落としていくやつですよね。ガーガーとこう機械で削ったりとか酸をかけてとかっていうことじゃなくて、もう本当にこれはね、ヒアルロン酸でできてる穏やかなパックタイプの角質ケアアイテムですね。これをまとって顔の洗いたての顔に塗っていきます。ドクターリセラさんのプラチナピールっていう商品なんだけど、すごく配合成分がですね、めっちゃマイルドです。石油系由来のものとか全然使われてないので安心して使えると思います。ピリピリしたら全然しないよね、うん、いい匂い、いい匂い。こんな感じで塗りますね。で、初めはこう、もう本当見ても分かる通りめっちゃ硬いゲル状なんですよね。それがヒアルロン酸でできていて、ヒアルロン酸って、ね、空気中の水分とかを抱え込んで、あと自分のこのお肌の老化角質だけをね、こう巻き取っていって、赤のように消しゴムのカスのようにポロ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 と老化角質が落ちるっていう、そういったケアアイテムになります。最初はこう触ってもかぬるぬるしてる、すごくぬるぬるしてる時はまあポロポロ出ないんですね。これしばらく
まあ、あの季節によっても変動するんですけど、まあ、3分ぐらい置いておくと、これがこのヌルヌルがなくなって、あのポロ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 と触るとポロポロ出てくるようになります。今はまだ、ね、塗ったばっかりでヌルヌルしてるから、これじゃまだで、あの角質ケアにならないですね。少しずつここがポロポロ出てきたかなっていう感じなんですけど、これちょっと時間を置いて3分後ぐらいでまたやってみますね。はい、3分経ったのでちょっとやってみますね。こういう風にポロ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 って触るとですね、ヌルヌルがなくなって、触るとポロポロ出てくるんですね。分かりにくいかもしれないので、アップにしてる写真ありますから、ちょっと見てみてください。こういう感じでね、もうほんと優しく優しくくる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 撫でてるだけでポロポロが出てきます。あ、くるくるくる、全然圧いらないです。はい、こんな感じになりました。そしたらこれをですね、軽くぬるま湯もしくはぬるま水で洗い流してきてください。はい、洗い流してきてもらいました。で、ね、肌の表面がね、柔らかくさっきよりもね、なっています。自分では硬いつもりはないと思うんですけど、どうしても絶対に角質層ってね、硬いケラチンってタンパク質でできているの、意外に硬いんですよ、角質層って。さらに紫外線でダメージを受けたらもっと硬くなるんですよね。それを最初上の方だけ優しくオフした状態が、このもちもちな感じになるプラチナピール後のお肌です。もちもちな感じになって、ちょっとワントーン上がったような感じですね。要するに赤のように汚い部分が落ちたのでね、しっかりと角質層に水分を貯めるために、ウォーターですね、ピュアモイスチャーウォーター、これをちょっとバンバンバンと自分でかけてみましょうかね。たっぷり、そう、たっぷり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 、はい、かけました。だらだらこぼれてくるとについちゃうんですけど、パッ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 やらないで、あのしっかりこう、まあ、ほっといてもいいんだけど、なじませる、優しくなじませる、そう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 、まだまだびしょびしょだけど、もう少し時間があと2分ぐらい経つとなじんできますね。プラチナピールで肌の硬いね、タンパク質取りました。それからたっぷりとした保水、これが大事。そして今ちょっとダメージ受けているところに、あのギュッとですね、美容成分を送り届けたいと思います。これ今一番いいのパック、もうこの後すぐね、あのクリームとか塗っちゃわないように、まあ、一回ねやってほしいのはですね、こういうパックがあるんですよね。これはですね、プラセンタが入ったリッチマスクっていうパックなんですけど、このパック今日使ってみようかな。めっちゃしっとりするね、めっちゃしっとりするんで、これをですね、すごいぐらいすごいしっとりです。これをね、1日2日朝に続けてやってみたりすると、本当にメイクのりがいいです。でたっぷり溶剤が入ってるので、この袋絶対捨てないでね、あの液が滴るぐらい入ってるんで、これを伸ばして、はい、これでやってみましょうか。目の際も大事だから、この目のこのところに美容液つけてあげてください。ぴったり密着させて、たっぷりこう余ってるじゃないですか。これを首のところにもちゃんとつけて、手にもつける。今残ったパック、この中にたっぷりと、ここのね3分の1ぐらい美容液溜まってるんで、これ捨てないで、塗り終わった後もう一回全部つけますね。してないでね、なるべくこういうシートパックつけるときにシワにさせないでほしいんですよね。こういうふうにシワに伸ばしてほしい。黙ってても重力に負けてここにシワが寄っちゃう人はもう寝た方がいいですね。とにかくこの状態で少しずつでもさ入っていて、ちょっとずつでも乾いてくるじゃないですか。シワに入ってるようだったら寝た方がいい、入らないようだったらこのまま立って家事とかできます、ね、ここ伸ばし、こういうシワをねきちっと伸ばしてほしい。なので、ね、シートパックつけるときに結束こうピターってほうれい線のあたりとか、ちょっとここが入り込む人がいると思うんですけど、そのままにさせとかないと、こう伸ばした状態で寝てね、リラクゼーションタイムですね。これでですね、15分ぐらい置きましょうか。あんまりあの置きすぎは良くないですね。このシートパックが乾いてしまったら元も子もないんですね。なのでもったいないなと思うんですけれども、シートパックが乾かないうちにもう外しちゃう。特にこのね、リッチマスクっていうのはもうちょっとやそっとじゃ乾かないですね。ものすごいたっぷり入ってるので。で、不織布がオーガニックのコットン使っていて、生成過程で石油のようなああいった化学物質使ってないっていう紙でできてます、不織布で。だからこの
紙自体も結構いいみたいですね。このドクターリセラさんのバッグは少し厚みがあって、安いバッグなんかよりはもう全然この厚みがあるからたっぷりと美容成分が浸ってるような、なんかそんな感じです。でこれを使って今柔らかくなった角質層に美容成分をたたえると同時に水分も入れていきます。ちょっととろみがあるようなものなので先に必ずウォーター、これ順番逆になったらダメですよ。最初にウォーター、この水を入れていく、そしてからの美容成分、これで15分放置してみますね。はい、では15分経ったので流していきます。どう、すっごいうるうるな感じでしょう。わあ、すごい、すごいしっとりする、みずみずしい、めっちゃみずみずしいですよ、うん、すっごいみずみずしい。残ったシートとかでこうね、自分の首とか手とかもう腕まで全部やっちゃってください。はい、かける。でこれもいっぱい余ってるからこれもつけるでもいいし、あとこれちょっと1日ぐらいだったらね取っておけるので、何日も取っておけないですよ、開封してるので。今日の夜とかもう一回ちょっと美容液代わりに使うっていうのはいいと思うので、取っといて美容液代わりに使ってください。めっちゃ柔らかい、柔らかくなった。よし、じゃあここまで行って少しなじませたら、いつもはどんなスキンケアをしてるの、スキンケア用品、ピュアモイスチャーウォーター、うん、このスーパーホワイトエクストラ使ってます。はい、じゃああとはですね、それでもっちゃんがやってるのやり方をやりつつ、ちょっと、ま、これめっちゃおすすめなので、2428さんの最近ねリニューアルされて出たやつ、目元用美容液、これちょっとめっちゃあげるね、これ私使ってるやつ持ってきたんだけど、これをね先にね、目の下にちょっとツン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 と、まだね顔の上がものすごくヌルヌルした状態、さっきのリッチマスク使ってるからだって滑る状態で、このほうれい線の際のこのツボをギュッ押していきます。痛いでしょ、ちょっと、痛いでしょ、毛髪たまるんです。この顎下リンパ節流して、顎下リンパ節自家線まで持ってきて流す、上がってきたでしょ、ここね、こうグーッ、私たちはさ結構こうやってブル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 、こうやってグワーッブルブル震わせていったりするだけど、自分ではなかなかできないから、こう押すだけでいいです。ギュッギュッギュッ、芸妓、古領、賢領っていう3つのツボを押して、ここまで持ってきて、で下げる、ここの顎下リンパ節こそげてこそげてこそげて流す、こっち上がるんですよね、結構ね、反対側もやろう。ギュッギュッ、痛い、ギュッ、痛い、痛いね。じゃあスーパーホワイト、はい、スーパーホワイトを手に出しましたら、器ね、トン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 、全部ね、均等にね、まず一回置いていきます。染み込め。全部柔らかくなったやつを、パッ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 ピッ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 ってやらないで、こうやってちょっとずつ、くるくるで、なんかこう、薬をつけるような気持ち。そして、ファンデインを塗りましょう。皆さん、これら、三種の神器のファンデイン。塗って日焼け止め兼、下地、日焼け止めは日焼け止めでねつけなきゃいけないんですけど、まずは肌のトーンを整えるためにファンデインを、このファンデインはですねバーッと塗ります。バーッて、でもうツヤツヤだ、ファンデインはもう下から上にこうやってバーッて塗る。ファンデインはもうね毛穴を潰すようにねこうちょろちょろ塗らないとね、難しい、なんかムラになっちゃうっていうか、毛穴をもう粒子細かいからさ、毛穴にね入れるような気持ちで、下から上に、これだけでちょっと化粧した感あるもんね。目のこのキワキワもいけるから、これこういうとこに塗り、こういう耳の前っていうのかな、塗り漏れが多いからしっかりと塗って、もこういうところまでも塗ってね、ちゃんとね、ツヤツヤです。
かね、ムラムラはない、プルンとした感じ、これでいけるはず。そこに、お粉をパタパタパタっと叩くと、全くこっちが飛行してる、こっちはツルツルみたいなムラがなく、メイクができます。ほんと簡単な優しい角質ケアと、たっぷりとした保水、一回ダメージ受けちゃったらさ、もうほんと修復するしかないんでね。というだからリッチマスクみたいなのに1枚使うとすごい便利。一回それを挟んでから普通のケアに戻ったら、明日からも普通ので大丈夫です。でちょっとまた調子悪くなったなと思ったら、今みたいなケアを週に1回ぐらいやるとすごい調子がいい。はい、というわけで眉毛なくて申し訳なかったんですけどでも50代、ね、にしてはね、綺麗なんですよ。すごい綺麗なの、お肌的には色白だし、そんな目立つシミないし、眉毛がないだけですでこれで綺麗に乗ると思うので、このケアやってみてください。皆さんもじゃあぜひ参考になさってみてくださいね。やりました、眉毛できた、眉毛できた、よかった、眉毛できてすいませんでした。すっぴんをさらしてもらってツヤツヤ、見てわかる、ツヤツヤ、化粧のりもよく、別人みたいに可愛くなりましたよかった、よかった、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、さよなら、さよなら。皆さん、レイテノールの公式 LINE はご存知ですか？毎月開催のとってもお得なキャンペーンやイベント情報、美肌の知識満載のコラムを配信しています。そして、レイテノールオリジナルクレンジングの最新情報も LINE が一番早くお届けできます。お友達追加は概要欄のリンクからお待ちしています。ところで皆さん、インスタってやってますか？インスタライブや質問コーナーで皆さんと近くでおしゃべりしている気持ちになれて、私の密かな楽しみなんです。 YouTube には上げてないこともたくさん載せているので、ぜひ覗きに来てください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。